トーマス・ライリー・マーシャルはアメリカ合衆国の政治家、ウッドロー・ウィルソン政権で第28代アメリカ合衆国副大統領を務めた。1854年3月14日にインディアナ州ノースマンチェスターで誕生した。ボバ州大学で法律を学び、1875年に放送会入りしてインディアナ州コロンビア市の弁護士として経歴を始め、 1909年から1913年までインディアナ州知事を務めた。彼は人気のある演説家で、そして地方の精力的な民主党活動家であった。しかし、彼が妥協によるダークホース候補として指名がなされたとき、彼は単なる小都市の有能な弁護士としか見られなかった。その任期中に児童労働法及び反汚職法が成立したが、 彼の進歩的な綱領の大半と州法の改定は州議会を通過することはできなかった。メリーランド州ボルチモアの1912年の民主党大会ではインディアナ州の選択した大統領候補はマーシャルであった。当時マーシャルが現実に大統領候補に指名されるかに思われたが、 結局、ウィリアム・ジェニングス・ブライアンは、ウッドロー・ウィルソンを支持することに合意した。インディアナ州の代表は、マーシャルが副大統領候補に指名されるよう、ロビー活動を行い、彼は1912年、アメリカ合衆国大統領選挙で、ウィルソンの伴走候補者に指名された。同選挙で彼は副大統領に当選し、1916年に、 再選されて1921年3月4日まで、勤めた。マーシャルは、当初副大統領職を退屈なものと考え、最初に指名を拒絶したと言われている。マーシャルはウィルソンに対して、好意を持っていなかった。また、ウィルソンは、マーシャルを内閣に招いたが、マーシャルの考えをほとんど考慮しなかった。1913年にはウィルソンが、 前例のないアメリカ合衆国議会議事堂において上院のメンバーに個人的に会うことを行った。これ以前に大統領は通例として上院との仲介を上院議長を務める副大統領に任せていた。この出来事でウィルソンは繊細な事務に関してマーシャルを信頼していないという意図を示した。その時以来大統領が上院と取引する際に 副大統領に頼ることは稀になった。マーシャルは、ワシントンにおいて滑稽な引き立て役と見られ、多くの民主党員は1916年の再選で、彼が指名から外されることを望んだ。ウィルソンは審議の後、マーシャルを再選に指名すれば、党の方針の一貫性が示されるだろうと考え、結局彼を伴走候補者に指名した。したがって、 1916年のウィルソンとマーシャルは1820年にモンローとトムキンスが再選されて以来の大統領と副大統領の組み合わせとなった。マーシャルの2期目の時にアメリカ合衆国は第一次世界大戦に参戦した。ウィルソンはマーシャルを遊説に派遣し国民を励まし戦争国債の購入と戦争に対する協力への演説を行わせた。これは マーシャルにとって敵務であった。彼は副大統領の任期中に演説家としての報酬を得た。さらに彼はその2期目で内閣閣議を指揮する初の副大統領となった。ウィルソンはベルサイユ条約に調印し国際連盟設立の考えを示すためにヨーロッパを訪問する間にこの任務をマーシャルに託した。ウッドロー・ウィルソン大統領は 数ヶ月来の穏やかな発作の後、1919年10月2日に、厳しい発作により体が麻痺し、執務の執行が不能となった。大統領の病状報告を受け、多数からの要請があったにもかかわらず、マーシャルはアメリカ合衆国初の大統領代行になることを望まなかった。大統領が執務不能になったことを宣言する過程は不明瞭であり、 マーシャルはこれが先例となることを恐れていた。マーシャルはウィルソンの残りの任期中議例的執務を代行した。一方、ウィルソンの任期終了までその容態を確認する機会を持とうとしなかった。このため国政はウィルソンのファーストレディだったイーディスが夫の名を使って代行していた。マーシャルは副大統領を務めた後に、 インディアナ州インディアナポリスへ戻り、弁護士業を再開した。さらに彼は、多くの法律に関する著書と回想録を出版した。彼は1922年から1923年まで、連邦石炭委員会の議長を務めた。1925年に、ワシントン DC への訪問中に死去し、インディアナ州インディアナポリスのクラウンヒル墓地に埋葬された。 ありがとうございます。